優勝戦2号艇の河野聡選手ですよろしくお願いします準優勝戦は1コースからコンマ1人のスタートしっかりと逃げての1着で優勝戦進出ということになりました純優振り返っていかがでしたかちょっと乗りづらかったですねはい。はい、今節はずっとプロペラはあまり触らずそうですねほとんど もらった状態で走ってるんですけど、はい、今日がちょっと一番乗りづらかったですねはいということはそれを踏まえて優勝戦は調整をしていこうかなとそうですねまあやっても微調整ぐらいですかねはい、はい、今回はいいエンジン出ていまして特徴がそれぞれにあったんですが河野、はい、選手は出足の方ですかねそうですねあの出足がしっかりしてるなっていう感じがしますはい そうなってきますと、二枠ですから、これは勝ちをイメージできる。そうですね。あの、モーターの特徴を生かせるコースだと思います。はい。スタートの間の合い具合はいかがでしょうか。そうですね。あの、それをやったら問題ないと思います。はい。では、とにかくスタートをいって、ググっと、さすようにと。そうですね。はい。一幕、まあ、スタートの次第で、はい。はい、決めたいと思います。わかりました。昨年は SG と G1 を含めて、16回の輸出がありました。今年は3回目の輸出です。 前回の優勝は2019年12月の福岡となっております。優勝戦向けての一言をお願いします。はい、えっ、ー、と優勝できるように頑張ります。お願いします。